Menos, Soul Ignition. ソウルソサエティでの激闘を終え現世へ帰還した黒崎一護だが、アイゼン宗介は宝玉を用いてアランカルを生み出し現世そしてソウルソサエティへの侵攻を企てていた。さらにアイゼンは井上織姫の力に目をつけエスパーダの一人ウルキオラ・シファーに命じて彼女をウェコムンドへと拉致してしまう。それを知ったイチゴは織姫を救出するため石田瓜生佐渡安虎と共にウェコムンドへと潜入した。行くぜ。ここがウェコムンド。なんつうか寂しいとこだな。なんもねえや。おい、あれを見ろ。しろ。これがアイゼンの拠点、ラスノーチェス。行くぜ。蜃気楼じゃないさ。ここで蜃気楼が見えるはずない。わかりやすく蜃気楼の原理から説明してやろうか。そもそも蜃気楼というのは、いくぞ。あんた何もなすか。この辺りが見えない。ごめん、お前、ほら。死神と仲良くしてしまった。
邪魔するなよ。通らせてもらうぜ。ダメだ。気をつけろ、イチゴ。メノスくらい通ったことねえや。バカ者、油断していると足元を救われるぞ。分かったぜ。ダメだ。行くぜ。
ざっとこんなもんだ。よし、この調子だ。行くぜ。